デビット CH オースティンはイギリスのバラ育種家。彼が作出したバラはイングリッシュローズの総称で呼ばれている。日本ではデビットオースティンの名で紹介されているが、ここでは英語の発音表記に合わせてデビットオースティンとする。イングランドウエストミッドランズシュルーズベリー出身。彼はオールドローズの方向と特徴、そしてハイブリッドティーやフロリバンナの持つ、 繰り返し先性や色幅の広さを掛け合わせることを育種の重点としている。彼が初めて世に送り出したバラは1961年のコンスタンススプレーである。最初や駅崎や帰り咲いても初夏までのバラであったが、1969年のワイフ・オブ・バス・ザ・ナイト1969年以降の作出年作品は繰り返し先性のものを生み出すようになった。 好きなバラは枝代わりだけど、ルドゥーテという薄いピンク色をした上品な種と CH オースティンはそう答えた2012年付近から英国の住宅事情が過密となり、鉢植えがメインになってきたのを境に2014年度あたりからコンパクトに咲く品種がやや多く選ばれるようになった。コンパクト品種3、ツルセイ1の割合で最終選考をする考えでいた。 また、CH オースティンは、エリザベス女王2世と、同年代である。1992年、エリザベス女王2世、即位40周年を迎えたとき、ゴールデンセレブレーションゴールデンセレブレーション2002年、エリザベス女王2世、即位50周年を迎えたときジュビリーセレブレーション2012年、エリザベス女王2世、即位60周年を迎えたとき、ロイヤルジュビリーこれらを、捧げた。 1969年以降、ウルバーハンプトン近郊のアルブライトンに、育種農場を構え、約190種の栽培品種を送り出している。品種名には、オースティンの家族の名や、イギリスの地理、歴史、文化、文学、演劇、王室にちなんだものが付けられている。2003年、イギリス王立演芸協会から、演芸への貢献を称えられ、ビクトリア名誉メダルを受けた。 2007年には、大英帝国勲章を受けている。2009年には、グラハム・トーマス1983年作出黄色いバラが29カ国、世界バラ会議現在は37カ国、カナダ・バンクーバー大会にて、世界の殿堂入りにふさわしいバラとして認定される。2018年12月18日に死去した。92歳を打ありがとうございます。